さあ、長かったこの少年ヤンガスと不思議のダンジョンも今回でラストパートとなります。ここまで見ていただきまして本当にありがとうございます。まあ、今回はですね、まあ、何をやるかというと、まあ、何もやることはないんですけども、まあ、前回からこの時間を見ていただくと分かるように80時間ぐらい経っている状態になっております。うん、まあ、とりあえずここまでやり込んだので、まあ、成果を見せたいなと、まあ、そういった感じのパートとなっております。なのでただのおまけなんですが、まあ、ネタをちょっと一つやっていきたいかなとは思っております。まあ、ここを見ていただくと分かるように、まあ、氷のエヴァはちょっと置いとくんですが、大藪の盾が中途半端なのは、あの後にね、まあ、前回の後に魔導の宝物庫に250回ぐらい前に戻ったと潜った時に、まあ、ここまで上がったからちょっともったいないからなと思ってただ取ってるだけです。うん、まあ、円筒とかもここもちょっと中途半端なんですが、まあ、これは2つ目なのでただ置いてるだけです。で、まあ、前回と違うのは銀のブーメランとか木のブーメランとか、まあ、そこら辺をちょっと手に入れているかなといったところですかね。まあ草とかパンとか、まあ、そういうのは全然揃えてないんですけどね。でお守りとかね、こういう風な感じで分けたんですが、実はお守りも2個だけ、腹減らずと満腹かなかなんかはねゲットできなかったんですよね。もうこれ限界のねギリギリのところで気づいて、あ、お守り足りねえやと思ってちょっと探して回ったんですが意外と見つかんなくて、うん、まあちゃんと潜れば多分手に入るとは思うんですけども、まあいいかなということで、で合成の壺とかはねかなり手に入れていつでも強化できるようにしたんですが、まあこんなにいらなかったなといったところですね。使い切れなかったという感じです。で、まあ剣とかはね、まあ、前回も見せたようにまあ、全種類揃えて、あの時何を揃えてなかったんだっけ、あ、盾か。で、まあ全部ね、プラスをマックスまで上げてますよという感じですね。あ、メタルキングの剣だけなかったんだっけ。メタルキングの剣ももちろん、ちゃんとこういう感じで、インを入れておりますし、まあマックスまでね、やっております。で、こっちの、こっちはですね、まあ、イニシエの闘技場だとこっちの方が強いんですが、2本目のメタルキングの剣。まあ、こんな感じでやると、まあ、イニシエの闘技場に出てくる敵は全部一撃です。普通に進んでいけばね。うん。で、指輪は前回30で止めて、30とかまあ10とかで止めてたんですが、全部祝福をして、11の状態にしております。こんな感じね。で、杖も、まあ、前回ね、揃えてなかったのが何個かあったので、全部揃えておきました。で、ザキの杖99個とか、まあ、ドルイドの杖99とかね、まあ、ここら辺のを全部揃えて、まあ、杖はコンプリートしておりますね。うん。で、まあ、逆転は、まあ、ここら辺にね、あるので、まあ、いいとして、まあ、盾ですね。メタルキングの盾じゃなくて、黄金の盾か。これを手に入れたので、まあ、とことん回復印を入れてらどうなるんだろうなと思って、ただ回復印を、しこたま入れてみましたが、使ってないので、効果はわからないです。うん。まあ、そんな感じで、まあ、全部、マックスにしたと。で、まあ、こっちの、これが、ま、上に来るんですが、まあ、ネタ剣としてですね、まあ、このゲーム、ダメージでオーバーフローが狙えるみたいなので、まあ、いわゆるダメージカンストですね。まあ、それを、超える、まあ、超えたらちょっとバグるらしくて、それをちょっとやろうかなと思って、で、氷印でやってる方が、もうすでにニコニコ動画に上がってて、それじゃ面白くねえなと思って、スライムいじめてやろうかなと思ったら、スライムじゃできないらしくて、で、まあ説明見てたらなんか倍率計算がちょっと違うみたいなので、炎と氷だけちょっと特別みたいなので、炎印でやろうと思ってやってたんですが、これでもロケハンした時に全然700万ぐらいしか出なくて、どんなに頑張っても。だから、どうなんだろうなと思って、よくよく見てみたら、氷印じゃないとダメらしくて、なので、一番最初にあったね、氷の刃を揃えていると。で、これは、この落ち印っていうのをね、アイテム落とし印っていうのを10個やれば、もう 100% 落とすんですが、まあ、確か11個持ってんのかな ?11個だよね。だから、これ11個いらないんですけども、10個でね、もうその時点で 100% なので、まあ、いらないんですけども、まあ、ただ適当に、入れてるというだけの話です。まあ、これもちょっとネタですね。後でやっていこうかなと思います。まあ、そのためのこの氷の刃と。まあ、これ2個ずつしか付けられないので、1個だけノーマルのやつと、あとは2個ずつのやつを揃えて15個付けれるようにはしております。
というわけでちょっとネタの方に行きましょう。というその前にですね、一応モンスターブックとかもね、この踊る宝石とか、まあ、こういうのも全部揃えたんですが、まあこれは総評と一緒に、まあ、適当に流す感じにします。でまあ窓の宝物庫250回ぐらいまで行ったのはなぜかというと、まあ、モンスターを仲間にして、まあなんだっけ、あそうだ、神田タコ分とか、まあそういう感じのやつをマックスまで上げているといった感じになっております。まあそこも総評の時にちょっと見せていきたいかなと思っております。ということでネタ動画に行きましょう。さあ準備の方ができました。まずはですね、レベルを上げて力を99にします。まあここはね、レベル66から68ぐらいになると大体完走すると思うので、まあそんな感じで上げていくと。で、ラキッズに捕まることで力をプラス10にすることができるので、まあ、この時点で109にはなっているんですが、まあ、ここからですね、うん。まあ、実はさっきやってて、ちょっと、間違えてね、ちょっとルカニとか減っちゃったんですが、まずルカニをかけます。これで、スライムの守備力は0になりました。で、この状態で、一旦スライムを、ね、こうやって痺れさせます。その後に、装備を変えます。これなぜかというと、指輪は攻撃を食らってしまうと一定確率でこの祝福印が取れてしまって、まあ5割ぐらいかなで取れてしまうので、だいたい攻撃食らうとね、この印が取れて力が弱くなってしまうので、まあ痺れさせた後にやっていると。でだったら貯めるの前にね、まあ貯めた後に帰ればいいんじゃないかと思うかもしれないんですが、なんか貯めるはですね、まあスーパーハイテンション、スーパーハイテンションになると、まあ通常状態の10倍のダメージを与えるみたいなんですが、まあ、ダメージ自体が例えば1が10になるとか、10が100になるとか、1000が1万になるとか、まあそんな感じの倍率計算みたいで、攻撃力って例えば50とから100になった時って2倍なんですが、ダメージが2倍になるわけじゃないじゃないですか。うん、まあそんな感じで計算式は違って、まあいわゆるこの、インと同じような感じでね、これも 1.5 倍、1.5 倍、1.5 倍みたいな感じなんですが、それに最後にまたかける10みたいな感じでダメージが出るみたいなので、先にこっちのね、メタルキングの槍とかで貯めてしまうと、おそらくなんですが、なんかダメージがいつも低いので、こっちの倍率でかける10されてて、その後にこっちに変えても、こっちの倍率でかける10ではないみたいな、そんな感じだと思うんですよね。まあもしかしたら間違ってるかもしれないですが。で、そんな感じなので、まあ先にこれを装備してから貯めたと。まあそんな感じにしております。で、この状態で、ああ、まだあるな。バイキルトかけてないですね。ラキッズの能力でバイキルトを使えるので、まあ使えるようにしてるのでね。これで、バイキルトかかりましたと。スライム起きちゃったけども、まあ、そこは関係ないので、ルカニが敵にかかっている状態で、バイキルトがかかって、まあ、これは攻撃力 1.5 倍なんですけども、まあ、攻撃力というかダメージ 1.5 倍ですね、これも。で、この状態で会心の一撃が出ればリローン値最高という感じになります。じゃあ行ってみましょう。出ました。これです。549万1845。これがスライムに対してのリローン値。まあ、このゲームの理論値という感じになります。一発で出てよかったですね。あ、しかも祝福印が取れてない。まあどうせやり直すから意味ないけどね。じゃあまあ次のやつ行きましょうか。ね。さあ今度は植物で試してみましょうということで、準備の方整いました。レベル65でね、完走することができたので、まあこんな感じですね。にしておりますと。で、こいつの場合は、凍らかせることができるので、まあ、ルカに打ってちょっと近づかれちゃいましたけどね。うん。で、この後に、ルカに振った後に氷の息を使う。これで凍るでしょ？凍った後に、この、円剣のね、ロトの剣を装備して、この炎印ばっかり。これ、でもあれなのかな、氷だからダメージ減少ないよね、多分。と思うのでね。もしかしたらダメージ減少あるかもしれないですが、炎だけに。冷気、氷のやつにも強いんだよね。
え、ちょっと待って、もう一回こう落下しましょう。じゃあこう、この状態の時はね、あの、貯めるが、このラッキーズとかの能力の場合は切れないので、倍切力使う。よし、これで準備完了ですね。ルカには効いてて、敵は氷になってて、さらにバイキルトが効いている状態のロトの剣、炎印が15個ついてるやつに力の指輪が祝福されたやつが2つ。これで会心の一撃が出れば、あ、出なかった。537,646、これの 1.5 倍ぐらいになるはずですね。うん、じゃあやってみましょうか。出た。オッケー。1,10,100,1,000,10,100,785,6,469。これがダンスキャロットに対して最高ダメージのようですね。うん。ちなみに、お化けキノコでちょっとやってみたら、少しダメージ下がってたので、まあ敵によってやっぱりちょっと耐性が違うので、違うのかな。まあ多分防御力としては、ね、ダンスキャロットの方が高いと思うんですけど、お化けキノコの方がダメージが出なかったのはどういうわけなのか、ちょっとそこら辺はよくわかんないですけども、うん、まあダンスキャロットに対してはこれがマックスダメージかなといったところですね。よし、かなりやったんでね、このルカニが減りまくりましたけども、まあじゃあ次行きましょうか。来た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 。これでここが真のオーバーフローを狙うところですね。敵はファイヤーケロッグが限定みたいですね。これなぜかというと、この氷印を見てみると、水系のモンスターや炎をまとったモンスターにって書いてあるじゃないですか。で、こいつ水系モンスターなので、水系モンスターというのはこれで 1.5 倍なのは確かなんですが、それだけじゃなくて、なぜかこいつファイヤーケロッグっていうぐらいだから、炎もなんか属性として持ってるみたいで、さらに炎をまとったモンスターにっていうのもかかっちゃうみたいなんですね。だから普通のモンスターよりもさらに 1.5 倍多いダメージが当たると。うん、まあそんな感じになっているみたいなので、しかも一つにつき 1.5 倍なので、まあとんでもないことになるという感じになっているので、こいつだけオーバーフローが狙えるという感じですね。で、まあルカにはかけておいて、あとはバイキルトをかけるだけ。バイキルトをかける。おっと、氷の息で凍らせる。ルカネがかかってて、スーパーハイテンションで、で氷印が15個入ってるやつで、クリティカルが出れば、出なかったけども、1,10,100,1,000,10,100,1,000,1,21,326,7,456っていうのが、まあこれが普通のダメージなんですが、これだとダメージが出てるじゃないですか。で、21億4000万ぐらいを超えると、まあこのゲームなんかオーバーフローするみたいなので、まあ処理の限界というか、まあ計算できなくなって、結局ゼロっていう感じに計算しちゃうわけですね。だから、結局、まあ 1.5 倍、会心の一撃が出るとね、あれの 1.5 倍なので30億を超えるんですが、まあダメージが出なくなると。まあ、そういう感じになるので、本当にそうなるのかっていうのを、まあ、僕はこれロケハンしてないんでね本当に21億出るのかなと思って今やってたんですが、出たので、ちゃんとじゃあね、試してみましょうか。で、バイキルトを使い、クリティカルが出ろ、出た。おーっと、氷が砕けただけね、会心の一撃でファイヤーケロッグの氷が砕けたと書いてあるんですが、ダメージが全く出ていないと。これがいわゆるオーバーフローですね。ちなみに、あ、力があれだからな、まあ一旦こうやったとして、で、まあ溜めずに
こうでいいか。マジか。こうして、まあ、溜めずに普通にこの状態でね、バイキルトがかかってるこの状態で殴ってみたら、それでも1,10,100,1,000,10,100,1,000,1,000,000,1,800,000,000出てますね。すごいな。まあ、そんな風な小ネタでしたと。でもう一つね、このハヤブサの剣を使った小ネタ、まあこれはモンスターいらないので、まあ、これはまあどのモンスターでもいいし、別にモンスターとかじゃなく、これね、例のこの落とし印をね、この11個、まあ10個以上つけていればいいんですが、ハヤブサの剣にしたのは2回攻撃ができるから。一発、まあ、バイキルトが効いてたからか。まあこれはね、あの攻撃当たるたびに敵がアイテムを落とすので、まあ、2発はヒットすれば2個落とすし、別に倒せなくても落とすし、倒しても落とすという、まあそういう感じの技ですね。なのでちょっと次のところにポイントに行ってからちょっと正式にやってみましょう。さあここでいいかなということで、まあ、やりたかったことはこのミミックを使った技ですね。まあ、小さなメダルっていうのがなかなか集まらないという方のための技と言ってもいいんじゃないでしょうかということで、まあこいつね、このハヤブサの剣これでやると確実に小さなメダルを落とすんですね。で普通に倒してしまうと、まあ、2個とかしか落とさないので、そこでこのアストロンの種を投げます。こうすることによって敵が固まるじゃないですか。こう殴り放題ですよね。そしたら常にこのメダルがじゃんじゃか出てくるとちょっと爆発してますけどまあこんな感じでね、メダルを増やしてやる方法もあるよってことですね。まあ、ちなみに僕はこの技使わずに全部メダルは集めております。なのでこの技を使うとね、めちゃくちゃ早くハマるので、僕のね、ほとんどっていうか、まあ、全部なんですけども、杖とかね、まあ、そういうのも、まあ、こういう感じの技を使ってやれば、意外と簡単にね、マックスになったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、これを完成させたのが、もうほぼ最後のところだったので、なので、まあ、こんな技もあるよっていう小ネタですね。アイテムやるんだったらね、こんな感じでアイテム増殖法があるよっていうことですね。ただそれを言いたかっただけですと。というわけで、あとは総評になるので総評やっていきましょう。画面はモンスターブックを尺の都合上2倍速でお届けしております。さてこのゲームなんですが、新しいダンジョンシリーズを作りたかったのかなと僕には感じられました。まあ、少なくとも概念的な感じなのかなと。まあ、それはなぜかというと、今までの試練シリーズとか、トルネコシリーズとか、まあ、使える知識と、そしてそうでない部分っていうのがやはりかなり大きくて、まあ、ダンジョンシリーズでありながら、まあ、当初に描いていたトルネコのヤンガスバージョンという感じではなく、全く新しいダンジョンシリーズになっているという印象を受けたからです。まず、難易度ですね。これはですね、今まで僕がやってきたダンジョンシリーズ、まあ、全てのダンジョンシリーズですね、他の会社が出してるダンジョンシリーズも合わせて考えてみても、多分一番簡単だったんじゃないかなと思うぐらいの難易度でした。これはなぜかというと、やはりかなりやばい草とか、まあそういうのがなかったりとか、あと、まあ、やばい罠というかね、そういうのが少なかった。まあびっくり床ぐらいですかね。危険な罠ってのは。あとは罠抜けとか、欲見えとかがよく出やすいっていうのもあって、まあ、そこまで罠というものに対しての恐怖心はないし、そして何よりも食料っていう概念があまり重要ではないんですね、このゲーム。それなぜかというと、結構玉ねぎ出たりとかするのでね、パンとかすぐ出るので、まあ、いわゆる魔導の宝物庫、あの999回ある、あそこでも、僕は、だいたい最初の30回ぐらいまではパンとか持って行ってるんですけども、それ以降は、もう、一切パンは所持せずに、だいたい進んでるので、でもそれでも十分なんですよ。まあ、他のシリーズで言うならば、アスカ剣山とか
て、おにぎらいずというテクニックがあって、まあ、矢とかをね、矢とかだけを持って、まあ、握り変化とかにおにぎりにしてもらうっていうテクニックもあるぐらい、やっぱりそういうおにぎりとかを持っていくというのはすごく重要なテクニックだったんですが、まあ、このゲームに関して言えば本当にそういうものはいらないと、まあ、それぐらい食料というものに対して危機感がないので、まあ、そういうところでもすごく難易度が下がっている要因でもあるのかなと思います。あとまあ基本仲間がいるダンジョンで、でさらに仲間がどんどんやられてもどんどん捕まえれるっていうのもあるし、他のゲームの場合だとね、仲間がやられると敵がレベルアップしてかなり危険な状態になるってことはよくあるんですが、このゲームの場合は敵がレベルアップするってことがまあないので、まあ階層に合わないような敵が出てくるみたいなことはまずありえないし、まあ他のシリーズと違ってちょっとダメージ値が大きいっていうのはあるんですが、それはこっちから相手に対しても同じなので、まあ、結局先制攻撃でだいたい倒せてしまうとか、あとまあ槍とかもそうなんですが、まあ最初の方でね言いましたけども、まあ、槍持ててさらに盾も持てるっていうね、まあ、他のシリーズだとまあ攻撃を取るか防御を取るかみたいな選択肢がやっぱりあったりはするんですが、どっちも取れる上に2マス攻撃できるとか、まあメタルキングの槍に至っては3マス攻撃できるとか、もうかなり最強ですよね。一択になっちゃうので、まあ、それぐらい強いと。まあ、なので、まあ、そういうところですごく難易度を下げている要因になってるのかなと思いました。そして、システム面ですね。まあ、ここを大きく分けて3つに分けたいと思うんですが、まずは、通常のシステム面。まあ、アイテムとかのやつですね。まあ、アイテムの欄が、このスクロールになってしまっているのがすごく残念だったなとやっぱり思いますね。まあ、最初の方でも言いましたが、やはり右を押した時に必ず11個目になるというか、そういう感じではないので、まあ、かなりその物自体が把握しづらいっていうのがあって、なんか下の方に見えてるけど右押してまたあるから、あ、2つ持ってたっけなと思ったら実は1つだけでしたみたいなことってよくあって、まあ、そこはちゃんと確認しないといけないってこともあり、でさらにまあ保存の壺の問題っていうのもあって、まあ壺関係ですね、問題もあって、こう整頓をするとこうずれていくわけですね。なのですごく中身がすごく把握しづらいわけですよ。でまあ僕が最後につけてたように、まあお守りとか杖とか、まあそういう風な感じで壺に名前をつけることができるので、まあそうやってつければいいじゃないかと思うかもしれないんですが、まあダンジョンシリーズをねやってる方はわかると思うんですが、まあ例えばじゃあ杖だけの壺を作るとか、食料だけの壺を作るっていうのは、まあダンジョンシリーズでは愚策なわけですね。それはなぜかというと、まあ例えばアイテムを弾かれた時に一気に食料がなくなったりとか、一気に打開策の杖がなくなったりとか、まあ池にこうポチャンと落としてしまって、まあそういう感じにねなってしまったりっていうのがあるので、まあ5個保存の壺があるんだったら5個すべてに同じような感じで食料を一つずつ入れるとか、杖を一つずつ入れるとか、まあそういう感じでばらけて入れさせるっていうのが、まあ定石なわけですよ。なので、まあ結構前からこの壺に名前をつけるシステムっていうのはあるんですが、まああまり活用されてないっていうのが、まあ現状だと思います。まあそこに来て、まあこの、整頓をするたびに少しずれるっていうのがあって、だから、どこに何があるのかっていうのをいちいち一回一回確認しなきゃいけなくなってしまうわけですね。まあ、そこでのプレイングのちょっとしたこの手間というか、まあ、そういうのがあるので、まあ、そこはすごく直してほしいなと思いました。まあ、改善策を挙げるのであれば、まあ、今のね、試練シリーズとかにはありますが、まあ、壺の中身を外から中が見えるようにする。まあ、別ウィンドウで、まあ、保存の壺、この保存の壺の中身はこういうものが入ってますよっていうのが、まあ、別ウィンドウでね、表示されるようにすれば、まあ、多少順番が変わったところで中身を確認するのはね、簡単なので、まあ、そういう感じにすればいいかなと思います。まあ、ただ、ページだけはね、スクロールじゃなく、1ページ、2ページっていう感じにしてほしいなと思いました。で、次は移動面なんですが、移動面はほとんど試練シリーズとかトルネコシリーズとかと一緒のように思えるんですが、まあ、例えば、氷の床のアイテムとか、まあ、必ず一回じゃ拾えないっていうのがあって、
まあ、すごくそこが面倒だったりするのが、まあ、嫌でしたね。あと何気にですね、罠とかで止まってくれないわけですよ。バツボタンでダッシュしていくと。これ他のシリーズだと止まるんですね。見えてる罠だったら踏まないようにするために、バツボタンでダッシュしたとしても、まあ、その罠の前で斜めとかでね、そういうところで止まってくれるんですが、まあ、このゲームの場合は全くそれがなくて、普通に踏んじゃうわけですよ。なので、大部屋のモンハウとか、まあ、古の闘技場とか行くと、大体もうバツダッシュで行くと思うんですが、まあ、欲見えとか装備しててね、うん。罠があるのは分かってるんですが、まあ、ちょっとライン的に、ここだったら大丈夫かなと思って行ったら、実は罠踏んでてみたいな、それで発動してっていうことがたまにあるので、まあ、特に、僕のようにね、こうやり込みやってると、まあ罠抜けを装備してればよかったんですが、欲見えを最初装備してたので、まあかなりめんどくさくてですね、まあ作業になってるわけじゃないですか。なので、すごくそこがめんどくさくて、なんで罠で止まってくれねえのかなっていうのがずっと思ってて、その見えてない罠だったら、まあ踏むのは当たり前なんですが、見えてる罠なんだから、まあそこはちょっと一回止まってプレイヤーに踏むかどうかっていう選択をさせてほしかったなと、思います。で、最後の戦闘面なんですが、まあ、ランスを排除したっていうのは、まあ賛否両論だと思います。まあ別にそこは僕は悪いとは思っては全くないです。まあ会心とか痛恨とかが、まあデフォルトで出るようになったっていうのも、まあ別にそこは悪くはないと思います。ただ、やっぱり、毒とかね、今までのシリーズだったら毒で力が下がるとか、あったんですが、まあ、このゲームの場合は、ただ2ポイントずつダメージを受けるっていうのがあって、まあ、序盤は2ポイント受けると、もうレベル1とかで、毒受けちゃうと、回復手段がないと確実に死ぬので、まあ、そういう意味ではすごく恐ろしかったりするんですが、最終的にね、ヒットポイントが200とか300とかになってしまうと、全く恐ろしくない上に、ただただ、このモーションがめんどくさいというか、まあ、そういうのがあって、まああんまり意味がないのに嫌がらせになってるっていうのが、まあちょっと残念だったかなと思います。まあ他のシリーズとかの場合はやっぱ毒ってすごく力が下がったりするので嫌だったりするんですが、まあこのゲームの場合はレベルが上がって普通に力が上がったりするので、まあ力の種の重要性とかがちょっと薄れてしまうっていうのと、まあそういう力の概念っていうのが、まあ結局下がってもレベル上げればいいやっていう感じで解決させてしまうのがちょっと緊張感をなくしているというか、そんな感じを受けました。まあ、あとはですね、まあ、草とかを投げて、当たらない。これがですね、まあ、敵に当たらないとかだったらまだいいんですが、味方に全く当たらないんですね。これがまたまたね、めんどくさくてね、薬草とか、特薬草とかね、まあ、そういうの拾って、よし、仲間に当てようと思ったら、めちゃくちゃ外して、もう10連続で外すとかザラですからね。これがね、まあなんでそういうシステムになってるのかっていうのは、まあこれハンターのお守りとか、まあ指輪とかにもあるんですが、物が当たりやすくなるっていう効果がある指輪だったりとか、まあ必ず当たるようになるお守りだったりとかっていうのがあるんですが、まあそれの効果を際立たせるためにデフォルトの当たる確率をめちゃくちゃ下げてると思うんですよ。だから、まあ、基本的にでもそういう装備ってあんまりいらないじゃないですか。なので、使わないわけですね。で、デフォルトのまま投げるんですが、全然当たらなくて、かなり手間取ってしまうというか、まあ、そこでなんだかなと思う部分がやっぱりあって、これはね、ぜひとも改善していただきたいなと思いました。まあ、わざとね、やってるのはわかるんですけども、いや、そこいらないだろうと。あとダメージ計算式も本家の方が良かったんじゃないかなと思います。まあ力の関係上かなりのダメージが出てしまうっていうのもあって、でまあそれに伴って火炎装の意味がほぼないというね、まあ本家みたいに、まあ、80当たる上に少し飛ぶとかね、まあ飲んでも飛ぶとか、で確定で防御無視80だったら、まあ結構強いモンスターも倒せるので打開策として優秀なんですが、まあ今作の火炎装は、まあ全く打開策になり得ないというか、まあ正直序盤のダンジョンだけですよね。使えると言ったら。まあせめて火炎装は、まあダメージ200とか300当たればよかったんですが、まあそうするとボスとの関係で、ちょっとって感じになるんですが、まあボスのヒットポイントがそもそも500マックスっていうのが少なすぎるんじゃないのかなと思いますね。
だってキースドラゴンとかでも320ぐらいあるのにボスが500っていう、まあ2000とか3000とかあってもよかったんじゃないかなと思います。で最後にちょっと時間がないので駆け足でいきますが、配合についてですね。まず配合結果が表示されるようにしてほしかった。そして配合は分かる人には分かると思いますがメガテン方式にしてほしかった。あと配合のヒントはモンスターからではなくエイトの錬金みたいな感じで書物から得る方が良かったのではないかなと思います。まあいろいろ言いましたが楽しめた作品であることは時間を見ていただければ分かると思います。それではかなり長いシリーズになりましたがここまでのご視聴ありがとうございました。僕のゲーム実況はだいたいどのゲームを100時間超やっておりますので改めて言いますが、まあ、ゲーマーの心に刺さるゲーム動画を作れたらいいなと思っております。また次回作でお会いできたら幸いです。